ザ・マルスバー。こんばんは。あ、いらっしゃい。どうもお疲れ様です。よいしょっと。お疲れ様です、ね、もう世間は受験シーズンだけど大人たちは関係ないからな。関係ないですね。あ、受験ですか。はい。あら、カロさんのところはもう皆さん、あ、もうあの上2人は片付いてますし、下はまだあと2年ありますからね。うん、じゃあまだ大変だ。あ、まだお父さん頑張らないといけません。お父さん仕事頑張って学費を稼い、学費を稼いで、お前は勉強しろと。なんか、何飲みましょうかね。いや、どうです、結構飲まれました。うん、そうですね、なんかすっきりと行きたいですね。あ、じゃあすっきりで、ちょうど去年ジャパンワインチャレンジで、ええ、マルスの白ワインがたくさん賞を取ったんで、あ、番組で紹介しました、そういえば、うん、で、うん、その中で、うん、プラチナ賞を取った、うん、保坂の、甲州シュールリー、お、あ、保坂じゃない、白根だ、はい、白根の甲州シュールリーありますけど、はい、いかがですか。そりゃもういっちゃうでしょう。いただきましょうね。え、それをじゃあ、ワインクラーにね、冷やしてありましたね。それ白根のシュルリーはもうそれこそキンキンに冷やした方が美味しそうですね。まあキンキンすぎるのも良くないけど、うん、まあ限度はありますけど、まあそれなりにキリッと冷やして、うん、やっぱキンキンとねキリッとはちょっと違う。あ、そうですか。キンキンとキリッとは違う。なんか難しい。受賞式そろそろじゃないんですか。受賞式は明日じゃないですか。あ、もう明日ですか。ええ、あ、じゃあ行かれるんですね。え、行きます。プラチナってことは、うん、ゴールドよりも上ってことですか。え、ゴールドの上で、ゴールドの中で、まあちょっと秀でたものがプラチナで、でそれと別にダブルゴールドっていうのがあって、甲州保坂収穫はダブルゴールドザベストホワイトワインを取ったんですよ。もうだから白総なめですよね。白は総なめみたいな感じですよね。だからリーデルアワードっていうのを、いわゆる白ワインザベストオブ白ワインメーカーで、でそれでまあリーデルアワードっていうのももらって、へえ、ありがとうございます。じゃあ明日授賞式だっていうからさ、ちょっと前夜祭でね。どうも、白根のシュルリに乾杯。乾杯。プラチナよ、プラチナ。あ、味わって、うん、こうなんかこう香りが、ほらよく言う火打ち石っていうあの香りいいね。なんかね、あのほらライターシュッシュッってやる時のさ、はいはいはい、あの時のこう火花の香りが、なんかすごいテスティング能力ですね。いや、もうそれはもうマスターと何十年飲んでますか。いやいや、ここの白根っていう地域が、うん、いわゆる白根のその土地は火花が散るっていうぐらい石がねゴロゴロしてるんですよ。あ、だからそこを耕すとすると本当に火花が散るっていうぐらいね、うん、でそれがこのブドウにはものすごくシャープな形で影響してて、うん、で保坂地区の粘土状のいわゆるしっかりしたタイプのブドウができるところとは違って、うん、こういう少しキリッとした感じのブドウになるんですね。ですからあまりにもそれを普通にやるとまあ、なんか味の幅が非常に扁平になっちゃうんで、このいわゆるオリを一緒に漬け込んでシュルリ製法で作ると、うん、まあ、そういうことをやってるワインですね。そうなんですね。結構ね、お寿司屋さんで人気がある。ああ、見た見た、あるね。本当ですか。うん、あそこにあって、ほらどこだ、吉野酒店の裏の何横丁って言うんだ、あれ、人情横丁、人情横丁の寿司山崎あるね。はいはい、あそこに置いておりますか。うん、あったよ。うん、まあでも他種さん連れてくとパッと一本飲んじゃうからな。なんですか、ちょっと嫌そうな顔するのやめてくださいよ。あそこ一本売りだからさ。連れてってくださいよ、ちゃんと、いや残さないようにっていう気遣いですって。まあね、そりゃそうかもしれないけど。いや、でも僕はね、だけど、うん、この白をね、うん、いろいろ飲んだ後に
最後フィニッシュで飲むっていうのは、うん、辛口の白、すごくいい、こう口の中が爽やかになっていいような気がするんですけど、なんかお酒の鉄則で辛口からどんどん甘くしろみたいなこと言われたことがあるんですけど、うん、まあそれは一つの流れ なんですよ、うんうん、でそれはなんでかっていうと、そのまあ甘口っていうより最後ほらコース料理の後は最後デザートが出るでしょ、はい、でデザートに合わせる酒として高アルコールのそういうオードビーか、あと甘口の濃い白ワインだとか、そういう、うん、あとあ、まあ、甘口の赤もありますけど、はい、酒精強化ワインだとか、そういうのを合わせるっていう、流れで、まあ、そういう話があるんだけど、うん、我々ほらのんべえでさ、そんなコース料理食いながらじゃなくてこうつまみながらでしょ、うん、でも結構飲んで最後たどり着いたバーかどっかでさあ何飲むかっつったら、ちょっとキリッと冷えた白ワインでも飲んで口の中を爽やかにして帰ると、そっちの方が僕は好きですね。へえ、それも楽しいね、そういう楽しみ方もね。そうですね。でもあれですね、ワイン作りもすごく今日本では盛んで、やっぱこうジャパンワインチャレンジとかそういう、まあ、言ってみれば受験じゃないですけどコンテストみたいなのがあるとやっぱり作り手は燃えるんでしょうね。まあやっぱり賞はもらって、うん、嬉しくない人はいませんから、うん、やっぱそういう、まあ、ちゃんとしたコンクールがあるっていうのは、うん、コンペティションがあるっていうのはものすごくいいことですかね、うん、やっぱり。うち子供が言ってたんですよ、もうなんか受験なんかしなくってね、もう今大学の数ももう増えちゃったんだから、そんな変にもセンター試験なんかやめて、うん、もう行きたいところに全部入れちゃったらいいのにとか言って、そしたらお前ら何も頑張らないじゃんって。確かにこの冬理不尽かもしれないけど、こんなものが社会に出てどう役に立つってずっと文句言ってたけど、立たないかもしれないけど、そういう理不尽さを受け入れるなんか半年1年はあった方がいいよ、一緒に1回ぐらいって社会に出るともっと理不尽が多いんだからって言って。確かにやっぱり受験の経験っていうのは、うん、まあ悪くはないと思いますよね、うんうん、やっぱりそこに向かってやるわけだから、うん、まあ成功する人失敗する人、まあ、いろいろでしょうけど、やっぱね、そういうことを経験してるのとしてないのじゃ、まあ、違うかなっていう感じはしますよね。そうですね。まあ、別に学校じゃなくてもいろいろ資格試験とかあるじゃないですか、うん、今、まあ、ああいうのもさ、うん、まあ、それはそれなりにやっぱ緊張するわけですから、うん、一発勝負の良さとそうじゃない、まあ、弊害っていうのもあって、オリンピックの選手の選び方もね、はい、一発勝負じゃどうのということもあったけれども、うん、一発勝負にかけられないやつは大会でも勝てないと思うんだけどな。いやだからね、なんかね、まあ、札幌になりましたけど、うん、あれは盛り上がりましたよね、うん、マラソン、はい、そうですね、あの予選会はすごかったですね、うん、なんか最後の坂のね、3人の必死な顔、そう、ね、もう本当にすごかったなと思って、うん、なかなかこう大人とか駅伝とか学生で見ることはあっても、うん、社会人で見ることはなかったので、うん、多分みんなが釘付けで見たと思いますよ、うん、大会の試合は。やっぱり推薦入試じゃなかったからな、あれはね、一発勝負だったから。そうですねやっぱ勝負ですから ね、うん、推薦で行っても良かった人たちがまさか落ちるっていう。そうそうそう、でもそれって自己調整能力じゃない、ある意味。そうですね、まあ、自己調整とやっぱりその戦略眼戦術眼、うん、これもあると思うんですよね、うん、やっぱそういうのが総合的に力になるんで、うん、でもね、私も受験の時あんまり偉そうに言えないんだけど、たまたまなんかよくずっと受験前になると過去の問題集やらされたんです。英語が半分ぐらい丸々出たんですよ、それで点取れちゃって。あ、それ僕もありましたよ。あ、そうですか、これ見たことあるって。へ、それこそ想定問答問題集で、それこそ1週間ぐらい前にやったやつが、うん、そのままのような感じでポンと出たことがありましたね。
まあ運が良かったんですけど、うん、そうですね、実力以上の点が出ちゃったっていう感じだったと思う。だからそれはちゃんとだけどそういうことをやってるから、そう、それが言いたかったんですよ。そういう結果になるわけです。あれをちゃんとやってたからよかった。過去の問題集をやっていなければ それは感じなかった。そういう運も引き寄せられなかった。いやいや、僕ね、ワインアドバイザー、当時はワインアドバイザー、今ソムリエに統一されましたけど、あの試験の時の、二次試験で僕らの時はテイスティングとテイスティングコメントだったんですね、うん、それを書いてるんで、である後から聞いたんですけどね、いわゆる、まあ、審査員 の、はい、あの方から、僕最後出たね、オードビーが出たんですよ、うん、いわゆるあの蒸留酒が、うん、でこれは何ですかっていう、もうただ単純にそういう質問だったんだけど、あの当時ね、まあちょくちょく仕事でフランスとか、あっちのヨーロッパの方に行ってて、でまた日本にはね、あまりその輸入されてないマールっていうね、うん、オードビーが出たんです。で僕は向こうでやたら飲んでたんで、その分かったんですけど、やっぱりこっちで当時受験勉強してる人たちはマールなんて見たことのない人たちが多かったみたいで、試験が終わった後にみんなね、あれってコニャクだった、アロマニャクだったみたいな話で、あ、この人たち知らないんだみたいなね。僕はまあ多分あれでね受かったと思います。だ、人生何かワンポイントなんだよな。そうですよね、これ本当。あ、なんか気持ちいい。じゃあ行きますか。行きましょうか、はい、どうもどうもごちそうさまでした。